この時間はバルセロナ対マドリーチャマルティン、こちらをご覧いただきます。このゲームはバルセロナのホーム、もはや言わずと知れたここカンプノウで行われます。すでにスタンドはブラウグラナで染まっています。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日の試合ですが、宿命のライバルが相まみえます。北澤さん、これは好ゲーム期待できますよね。そうですね、特にやはり自分たちのプライド、サポーターも含めてプライドの戦いになりますよね、はい、この試合の結果によってはずっと言われますからね、どっちが強いかということをね、はい、それでは今日のゲーム見てまいりましょう。バルセロナ対マドリーチャマルティン、エキシビションマッチをお届けしてまいります。この両チームはスピードと連携をそれぞれ兼ね備えた強豪同士、素晴らしいマッチを期待しましょう。両チームともベンチを含めて選手層が厚いですからね、はい、どういった使い方をするのか、そこがポイントになりますよね。そうですね。セルジ・ロベルト、ビダル、前半14分になろうというところ、カゼミルからベイル、さあカウンタースピードを上げたいところ、スペースを狙う、トニクロースからのパスは通りませんでした。モドリッチ、モドリッチからベンゼマ、ここベンゼマこぼれた、ボール危ない、中に合わせてくるか、残ってる、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ビダル、バルセロナは前半未だシュートがありません。カゼミロ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応、さあどこに出してくる、素晴らしいパス、自分で行く、クロスを上げる、クルトはここは抑えました。ベイル、マドリーチャマルティンは先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね、うん、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、うん、まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね。ジョルディアルバ、カルバハル、カゼミロ、モドリッチ、大きくサイドチェンジ、ここでレフリー、前半終わりの声を吹きました。まだスコアレスです。さあ北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。バルセロナとしてはまだシュート1本も打ってないんですよね。シュートコースの当て方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。バルセロナ対マドリーチャマルティン、0対0のまま後半に入ります。早々とこの後半始まっています。両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、アウトまで来た、キーパー決めたい、ヘディングでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。ベンゼマ、今のチャンスはものにすることができませんでした。シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。バルセロナ多少距離あってもね、この打っていく姿勢が大事ですよね。
ルイス・スアレス、セルヒオ・ラモス、長いサイドチェンジ、このパスがつながります。モドリッチ、モドリッチからスペースに出る、このパスを防ぎます。ここでファウルがありました。チームに終わります。およそ30メートルというところです。まあ距離はありますけどもね。アザール、メッシとルーズボール、ファールありません。マドリーチャマルティン奪い返します。チェックを受けながらのドリブル、ルイス・スアレスからのフィードボール、このボールはつながりません。マドリー・チャマルティン立て続けに選手を入れ替えてきます。シュートもあります。チャンスを演出できるか、裏のスペースを狙う、オフサイドです。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。キーパーから前線へ、トニクロース、ここは対応します。マルコワ選手、ここで前を向けるか、大きく縦へ、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。バルセロナとしてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。オドリオソラ、スルーパス、フリーだ、フリーだ、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。ルイス・スアレス、いやーすごい、これはもう相手チームがどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。そうです。そして守り切った、ここで試合終了、1対0バルセロナ勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。運命の決戦、さあ試合が終わりました。バルセロナとしてはやっぱりこの対戦には相当気持ちが入っていたと思いますからね、嬉しい勝利だと思いますよ。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。